おは,おはようございます。えっと、昨日はあのー、環境倫理学の本だったんですけども、はい、あの本を通説に批判している本が出ました。こういう本で、<う>環境問題の嘘、令和版っていう。これ新しいのかな新しいですね。これいつとかな。はい、えっと、あれあ10月11日発売ですね。ああ<ー>。10月11日発売。今年の。年のはいはいもうつい最近出た本で。 あの前かしの CO 2削減に踊ら,踊らされるなっていうこういうちょっと刺激的な表紙なんですけどもこの方はどういう方かっていうと僕はあの学生時代から知ってます生物学者です。うん、で構造主義生物学っていうなんかけのわからないことを言ってたというかもう今でも言ってるのかもしれないけど、まあ、異端ですね生物,学科の生物学者の中でも。うん、で あの当時反科学論というのが流行ってて40年ぐらい前に科学そのものの間違いが環境問題とか公害問題とか引き起こしてるんじゃないかということで科学反科学っていうのがちょっとブームになったことがあるんですでその時にあの柴谷厚弘先生とか竹谷光夫先生とかと、まあ、同じようなグループを作って反科学っていうことをこう全面に押し出した議論を展開していましたでまあ僕なんかは もう実はそのグループに非常に近いところにいて、あの、柴谷先生なんかには直接お会いしたことがあります。で、まあ、柴谷先生なんかが今石進化論批判資論ってい書いたんですけども、まあ、その本もまあ読みましたし、まあ、池田さんの本も、まあ、なんていうか、懐疑的にでありましたけれども、まあ、読んでました。まあ、構造主義っていうのは流行ってましたし、まあ、あの、そういう文脈で生物学を語るっていうのは面白いんじゃないかと思って読んでたんですけども、今となってはもう全くの ゴミですはっきり言って何の、あのー、貢献もしてないで、まあ、テレビに出てるんですよねこの方よく、あのー、生でテレビに出て、まあ、非常にこう刺激的なことを言うんですけれども、まあ、じゃあ一体どのくらい画期的根拠があるのかっていうことをやっぱりしっかり、あのー、見ていかないといけないんですけども、まあ、こ,のこのテーマに沿ってちょっといくつか何回か見分けてこの本の検討していきたいと思うんですけども あのまずその地球温暖化っていうことをガンとこう言うわけですねでそれは間違ってるっていうことを言うわけですけどもあのま僕なんかあの地球の温暖化っていうのは二酸化炭素とあまり関係ないじゃないかっていうことをちょっとまあずっと思ってるんですけどももし本当に温暖化して暖気になったんであればあの氷が全部溶けるはずなんですよ今まだ氷河期なんですよ実は氷河期暖気になったら全部の氷河期は氷が溶けます。 南極の氷ももちろんん溶けるんでそうなって初めて暖気になったって言われるんですけども今は第4寒氷期あの氷河期の中のちょっと暖かい時期なんですよ。でなんで氷河期が来るのかっていうのもよく分かってないしあの地球ってのは何度かス,スノーボールっつって全部あのスノーボーラーっってもう全てが凍りつくったことが何度かあるんです。で そうなるともう地上,地上から動物が消滅するわけですけれどもまああのそうではない時期に今我々はいるわけだけどもそれがなぜそうなるのかというか分かってないんです。でまあ僕なんか懸念するのは今温暖化温暖化って言ってるけれども温暖化によりもむしろその,れあの冷却する寒冷化する方が人間にとって影響が大きいと思うんですよ。 もうあの実はまあ太陽黒点っていうのがありまして太陽黒点分かりますかね、はい、あのその黒点の数っていうのを増減が大体11年周期とかで言われてるんですけどももうあの全くない日もあるんですよ最近太陽黒点っていうのが<お>太陽黒点が全く消滅してすると数年か後にあの寒冷化が起きるんですで寒冷化が起きると<ー>まあ何が起きるかっていうと まあ地球の気温が下がる、下がることによって植物が育てなくなる。となると、もう、影響は計り知れないんですよ温暖化どころじゃない。もう、温暖化でちょっとその海の水が上がるとか、そんな問題じゃないんですね。もうしょ、作物が育てなくなる。そうなると、もう一回また飢餓の時代がやってくる。本当にあに、サハライナンであるとか、アジアの国であるとかで、今、かろうじて飢餓を逃れてる人たちが、 本当に危願の状態になっていくっていう、そういうことにも備えていかなければいけないんじゃないかと、まあ、実際に思うわけです。あの、温暖化とか言ってな、なんだかんだ言って、やっぱり50年後がどうのこうのって言ってますけども、寒冷化っていうのはもう一気に来ます。一気に来て、もう止めようがありません。なんかこう二酸化炭素だったら止めようがあるような感じがしてしまいますけども、寒冷化は止めようがありません。そんなとき、そうなったらどうなるかっていうことは、 まあ、あの、考えておく必要があるんじゃないかと思います。今日は以上です。はい、ありがとうございました。